だ一滴も飲んでないんですけども、まあ、今回はですねちょっと思考シリーズとはちょっと違うんですけども、かなり本格的なですねキーマカレー、この時期にねすごくね食べたくなるカレーなんですけども、僕のレシピにしては結構本格的です。コンソメとか出汁類を使わない、ルーじゃなくてカレー粉を使うっていうですね本格的なレシピでもですね結構やることは単純ですので、今回はですねものすごく、ね、味わい深い本場インドに近い形のカレーをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料説明いきたいと思います。お肉、今回キーマカレーなんで豚ひき肉を使います。こちらを 300g、 あとホールトマト缶ですね、まあ、カットトマト缶でもいいんですけども1缶 400g になりますね。玉ねぎ、これねちょっと大きいサイズ 350g の玉ねぎです。で、あと、ニンニク 3×10g、 生姜が同量ですね 10g、 バター 25g、 ウスターソース大さじ1、カレー粉大さじ2、お塩、あと、今回特選素材としてこちらの明治ブルガリアヨーグルトですね。こちらのブルガリアヨーグルトを使って夏向きのですねさっぱりして爽やかな激うまインド風カレーをですね作っていきたいと思います。やっていきたいと思います。でですね、まず今回はですね、まあ、カレーなんですけども、いつもの僕のレシピより、まあ、試行シリーズぐらいですね結構ちゃんと作るレシピなんで、これ初めての試みなんですけども、助手を用意しました。今回手伝ってくれるのはこちらの方です。はい、助手のハイボールさんですね。こちらのハイボールさんに協力していただいて、今日は一緒に楽しくヨーグルトカレーを作っていきたいと思います。あー優秀、あー、じゃあいいですか、これぐらいで。このくだり嫌な人は飛ばしてくださいね。ニンニクと生姜から切っていきましょう。まあニンニク、生姜はもう普通にみじん切りで大丈夫です。はい、はい、こんな感じでね。まあ、ちょっと粗くても全然大丈夫です。で、生姜切り終わりました。ニンニクですね、ニンニクおけつをこう切り落としてとこんな感じで潰していただいて、これ3つともやっていきます。これを皮を剥いて、ここに芯がねある場合はね取ってくださいね。今回はね芯ほとんどないですね。なんで芯を取るかというと焦げやすいからです。粗みじんぐらいでいいと思います。これね一緒くたにしちゃっていいのでね。そしたらね、もうこれはねフライパンに、器にね入れちゃうと洗い物が増えるんでね。で、そしたら玉ねぎ、まあここはちょっと切っちゃいましょうか。で、みじん切りにしていきます。大きい、もうここだけが大変なんですよ。キーマカレーって全部をねみじん切りにするの。ある方はねフードプロセッサーとかみじん切り器とか使っちゃっていいですからね。これに関してはボウルに入れましょう。はい、はい、あーやっとあったもうほぼ終わりです。そんなことでいいか。ここも散らばったのも全部入れちゃう。フライパン火つけまして、バター 25g、 サラダ油も、入れちゃいます。サラダ油大さじ1ですね。最初は強火で、バターを溶かすような感じでシュワシュワいってきたら、ちょっと火の強さを、落としましょう。まずね香りを出していきます。このね香りね結構重要です。決してね焦がしてはいけません。わかりますね、これぐらい焦げてはないんですけども、これぐらいね香ばしい色になります。まあ芝犬色ですね。そしたらお肉、玉ねぎもうこれ入れちゃいます。でね、お肉にね別に焦げ目つけなくてもいいですし、飴色玉ねぎとかにしなくていいです。むしろねお肉と玉ねぎはこれねそんなにねカリッと炒めないで、半煮えぐらいでいいです。ちょっと火強めましょうか。よくねカレーって飴色玉ねぎが絶対とか言うじゃないですか。インドカレーはね別に飴色玉ねぎにしない、あれはイギリス式のカレーなので、だから香辛料さえねしっかり火を入れちゃえば大丈夫ですので、混ぜながらこの状態でですね、肉が、まあ、この赤い色がね、なくなるぐらいまで全体的に炒まったら大丈夫です。どうでしょう皆さん、赤いところなくなってきましたね。そしたらですね、ホールトマトをやっと入れます。で、こいつをですね、潰していきます。はい、こんな感じで、ガシャガシャと潰していってください。いいね、
僕ねカレー大好きなんですよね。まあ僕カレー結構いろんなレシピを持ってるんですけども、ルーを使ってやるカレーもこうやってトマトとかあのカレー粉とか使ってルー使わないで作るカレーもすごくどっちも大好きなんですね。で今回の一つのポイント、トマトと野菜の水分だけで作るので水を使わないんです。なので無水なんですね。水を使わないことによって野菜の旨味と肉の旨味が凝縮することによってコンソメとかそういうものを使わなくてもものすごいいい出汁が出る、ものすごい旨味のあるカレーになるんですね。お塩も入れていきます。小さじ1と半分お塩を入れることによって、お肉とかねお野菜とかにねちょっとね味を入れていきます。でこの状態ではですね強火で大丈夫です。強めの火でやることによってねバターとか最初に入れた油分がですね水分と結びつくんですね。でこの状態でちょっと水分を、ね、飛ばしていくんですね。旨味を凝縮していきます。これ僕は癖で煽っちゃってますけども、別にあのこうやって普通にターナーで混ぜちゃっても大丈夫ですから。そしてトマトのいい香りがしてくるんですね。そして助手を飲んでいきます。あー、そしたら水分がねもう結構こう鍋肌を動かした時にあ汁がないなっていうぐらいなったらですね、ここで今回の主役です、ブルガリアヨーグルトですね。こいつを使うことによって非常にですね爽やかでコクのある夏向きのカレーになるんですね。今回は、ね、半分使います。半分だから 200g ですね。そしたらねまたこれ強火で煮込んでいきます。でねとろみがつくまで結構ねこれも水分飛ばしちゃいます。そうしましたらですね鍋底を拭った時にまあこれぐらい、まあ、さっきよりちょっと緩いですけどもこれぐらいの濃度がつきましたら、ここにウスターソース、ちょっと火を弱めてですね、最後にカレー粉本日大さじ2を入れていきます。これでね劇的に変わります。うん、あもうカレー粉のいい香りが、であとはね別に煮詰めていただいてもいいです。あのお好みの濃度になるまでご自身で調整していただければなっていうふうに思います。僕はねこれぐらいの濃度で全然大丈夫だと思いますんで味見してみましょうか。あとはね塩はね好みです。しょっぱいのが好きな方もいれば薄いのが好きな方もいるんで、僕は塩が強めの方が好きなのでもうちょい入れていきます。じゃあこんな感じでご飯盛りましたのでカレーも盛っていきます。カレーの量はお好みですけども、だいたい仕上がりはね、3、4人前ぐらいになるんでね、皆さんで仲良く分けてくださいね。で仕上げにご飯の方にパセルね少しかけてあげるとシャレオツになりますんで、ね、そうしましたらですね、こちらで、無水ヨーグルトキーマカレーの完成でございます。はい、それではですねできましたので早速食べていきたいと思います。いただきます。相棒がいなくなっちゃった。作っていきます。ということで全ての準備ができましたのでいただきたいと思います。いただきます。あ、すっごく爽やかなキーマカレーです。爽やかでもありつつコクのある仕上がりになってますね。もう味付けお塩だけなんですけども非常にまとまってます。でこれはですね水の代わりにトマト缶とヨーグルトで煮たっていうのがあると思います。これねヨーグルトとトマト缶の非常にですね旨味がねギュッと詰まってますね。これはねうまい。まあ、ただ僕らが基本的に食べてる欧風カレーとはまた全然違います。もっとねトマト感があって非常にさっぱりした、やっぱりねあのインドカレーに近いですね。うまい。これはねいくらでも食えます。重くないんですよね。ヨーグルトを使った料理ってそんなに皆さんやらないかなっていうふうに思うんですけども、カレーに関してはヨーグルト使ってみてください。本当にまた新しいカレーの側面が見えると思います。これはうん、お肉とお野菜とトマト缶とヨーグルトたっぷり使ってますので栄養価もねこれすごく高いと思います。それこそねこれ一皿で十分満足できるような仕上がりになってると思います。これねインド風のカレーですからなんとか、まあ、パン系ですね、パン系のものに拭ってつけて食べていただくのも非常に美味しいと思います。あ、カレーだけだと飲めます。もちろん助手も頑張ってくれたんですけど
これですね、みじん切りさえ終わっちゃえば、あとはね、フライパン一つでできる料理ですので、そこまで手間のかかる、ね、丸一日煮込んだカレーとかではないですね。結構ね、短時間でできちゃいます。なので、ね、ぜひ、この明治ブルガリヨーグルト、使っていただいて、ヨーグルトのうまさ、これをですね、噛み締めながら召し上がっていただければなと思います。皆様と一緒に楽しみながら料理がしたいと思う一心でやっておりますのでね、ぜひですね、皆さん楽しみながら僕と一緒に料理を作っていただきたいなと思います。なのでですね、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。